1分で教えて。ジジイに聞け。これは1ないし2平方キロメートルとされております。すなわち1キロ四方よりも少し広い範囲ということになります。ガラス固化体、地下に搬入するわけですけれども、地上でいろいろその搬入の準備をいたします。そのための建物とか、トンネルを掘りますので、トンネルを掘って出てくる掘削土、これを一時的に保管する場所、そういうものが必要になります。そのための範囲が1ないし2平方キロということになります。わかったか。